INFJ の動画を最近上げたんですけど、はい、そこでその、まあ、INFJ さんがその、うん、人の理想に断固として寄り添いますっていうのを上げたじゃないですか、はい、僕はちょっとそれに納得できませんみたいなのを上げたところで、はいはいはい、そこの返信でですね、うん、なんというか、人のためにという熱い思いがあるというよりは、うん、自分のために何かする意味がよくわからない感じですと、うん、仕事だとなおさらそう思うと、うん、誰かのためになることがそのデフォルトになっていると、うんうん、でただ確かに無意識的に恩を売るっていうことはしていますと、うん、あと自分の意見を言わない、うん、言えないっていうのもかなりあると、うん、自分以外の意向が分かれば動きやすくなるので、うん、それが自分がその発泡美人的で、はい、ずるいところもあると思ってますなんていうのをいただいたんですね、うんうん、こうやって言われると、うん、僕はなんかごっくんできるんですよ、うん、あ、なんかみんな同じような思いだねって同じ、やっぱ、はい、あの下心、まあ、要はそれが世の中を渡っていくためにうまくいくって思ってるって話ですよね。なんでこの下心をね、うん、ちょっとありますよって言われると、うん、僕はなんか安心できるんですよ、うん、あ、なんか人間だなって、うん、人間ってそうだよねって、うん、でも下心がありながらも、うん、なんかちょっとそれを隠したり出ちゃったりしながら生きていく感じが人間ですよねって思えるんですけど、はい、隊長、このさっきこのコメント読まれたと思いますが、はいはいはい、どう思いました？まあ、そうじゃないですか。そういう説明をしてた気がしますけどね、僕の中で書いてあるのは、はい、理想だだった、なんかその人に寄り添います、うん、人に寄り添いますっていうのは人に寄り添うことで世の中うまく渡っていけると思ってるって話ですよ。だからこう外交の人だったら熱意かもしれないけど、人のためにみたいな感じかもしれないけど、まあ内向の人なんで、まあ、そこまでこう人に圧はないわけじゃないですか、うん、はい、だけどまあこの中でうまくやっていくためには人の気を使ってなんかしなきゃいけないなみたいな感じがデフォルトで入ってるみたいなことですよね。その前、はい、その読んだ文章から、はい、そうやって抜き取りました。はい、だから下心みたいな話もした気はするんですよね。あ、その場でね、はい、ただ文章を読むと、うん、なんかその全て の, このタイプのやつって、はい、崇高な思いで動いてるような人のためにこの人は動くんですって書いてあると、うん、だから人のために動くんですよ。ああ、うん、奥底に脚色はしないので。僕これ脚色？脚色ですよ。崇高なっていうのを作り上げたわけですよね。人のために動くのは結局自分のためみたいなところじゃないですか。世の中を当たっていくためにみたいな。結構フラットですね。はい、僕がおかしいのかな。いや、わかんないですけど、僕はそういう脚色はしないみたいな。なんで僕がこういうの読むとね、うん、はい、のこういうなんかタイプの本を読むと、うんうん、人間そんなんじゃねえよって。だから人のために動いてるわけじゃないですか。だから全部自分の、じゃあ前提として書いてほしいんですよ全部自分のためですよって、うん、全てのタイプは全部自分のために動いていますが、うん、そうですよ、うん、だから全部そこは入ってますよ。いますがってことですねはい、じゃあいいですOK、ごっくんです、うんうん、どうやらね、はい、読解力悪くないはずなんですけど、はい、どうもなんかこの辺皆さんも皆さんなりに、うん、その物語を読んでるんでしょうね。はい、テキスト、あ、まあ、多分そうだと思いますよ。 N の人は特にじゃないですかね。僕、まあ、N 解すかもちょっと分かんないんですけどオリジナル解釈。いや、 S 同士でも多分 S の中でも多分違いますよね。 S の中でもまあ N と S がね微妙だったりすると、まあバッチリ S みたいな、バッチリ完璧な S みたいな人はまあ違うかもしれないけど、日々修行だと思っております。はい、あと基本なんか多分見てくださっ、我々のチャンネル、うん、このボリュームゾーンとしましてはだいたい最近ちょっとあのパーセントが変わってきてですね、はい、前まではその女性が7割、うん、男性が3割だったんですけど、うん、最近これが拮抗してまいりまして、はい、男性4割、はい、女性が6割、はい、やっぱりこの年齢として多いのは25から34、はい、次が18から24、うん、なのでやっぱりね、この社会に揉まれ始めて、うん、はい、苦しいってなってる方々が見に来てくださってる、うん、なんか有効なことを言いたいじゃないですか、はい、でも僕が言えることって、うん、大人も一緒に悩んでるようなんですよ、うん、
まあ、悩んでるよって言われてもって話ですもんね。僕だったらこんなことで悩んでるんですって言った時に、はい、僕も悩んでるよって言われたらお前が悩んでるって言われてもって僕の悩みを解決したいから聞いてるみたいなところじゃないですか。あ、っていうか僕でも僕の中で、はいはいはい、そのあのブルーハーツ、はい、ハイローズのヒロトさんが、はい、今生きづらいと思ってる人見てるか、うん、俺も辛いよって、うん、でもいいじゃねえか、それでも生きていこうよみたいな、うんうんうん、好きな音楽聴いてさ、うん、みたいな話を見た時に、うん、ちょっと僕安心する僕がいるんですね、うん、あ、ヒロトさん、うん、まあ、僕が中学校の時に一生懸命聴いていたので、はい、まあ、年上でかなり成功はされてると周りは見てると思う、うん、まっちゃんが憧れ、うん、鴻上尚史も憧れ、うん、山田玲治も憧れの、うん、あのヒロトさんですら生きづらいと思ってんのか、うん、って思うとみんな一緒なんだなって、うん、イコール、うん、今の僕でいいんだになるんですよ。僕には分かんないです。悩んでる、うん、今の僕も悩んでる、うん、悩みは解決してないじゃないですか。悩みは解決してない、はい、僕も悩みは解決してない、はい、そっか、うん、ずっとこのまま、いや解決しないんだ、うん、って思うと、うん、これは解決しなくていいものになるんですよ、うん、悩みは、うん、で最近見た、はい、スワットっていう、はい、Amazon プライムで見られる、うん、アメリカのドラマがあるんですけど、はい、あの悩んでる人がね、うん、お母さんに言われるんですよ、はい、あなたは先のことを見すぎだと、うん、今目の前にあることに集中しなさい、うん、で、あ、これどっかで見たことあると、うん、っていうと、あの最近ちょっと読み始めたのが、うん、松重豊さんっていう孤独のグルメを、うん、に出てる主人公の人、はい、今で言うとどうする家康、はい、にも重臣役で出てます、はい、が従牛図、うん、我々の動画でもやりましたが、はい、禅の従牛図、はい、を、はい、学ぶっていう本が出たんです、はいはい、禅の寺うん、に入ったお坊さんが一番初めにやることって何かっていうと、うん、ひたすら掃除をさせられるんですね、うん、修行として、うんうん、これは何かっていうと、うん、考えるんじゃないと、うん、目の前のことに集中することで雑念がなくなるっていう修行なんですね、うん、結局そういうことかと。今の工程になりませんか、うん、雑念で悩んでるって話。そう、悩みは、うん、いやもうずっと悩みはある。すべての人たちの中で成功しててもそう、うん、成功してなくても悩む、うん、年々に違いはありませんと、うん、で多分悩んでることって、うん、多分先のことなんですね、うん、だとしたらこれはもう置いておいて、うん、なくなりませんとっていうことが分かってれば、うん、あ、じゃあ今の目の前のことだけに集中するだけだねっていう僕に気づくんですよ、うん、多分僕そこで悩まないんで。だからね、ここでこういう話をするとね、いつもね、はい、うん、テニスの壁に向かってね打ってる感じで、ね、はい、なんか人間味がなくなるゲーム感がないんですよなんか、うんうん、まあ、これタイプなのか性格の問題じゃないですか。